キックオフ山梨。まずは明治安田生命 J2 リーグです。ヴァンフォーレ甲府はおととい上位の磐田と対戦し完封負け。これでリーグ戦4試合勝ち星なしです。 J1 セレッソ大阪から加入したばかりの松田力を主戦場の右サイドバックに先発起用したヴァンフォーレ。序盤から磐田の猛攻を受けますが、南アルプス出身のキーパー山内が好セーブを連発。3試合目の出場でしたが、冷静なシュートストップが光りました。そんな中、新加入の松田は正確なクロスでチャンスメイク。さらに鳥海とのコンビネーションで突破を狙うなど、右サイドで存在感を見せます。攻撃を、スムーズにしたいなと思いながらやってました。周りとの連携だったりというのは上げていかないといけないですし、まあ、J1 でやってきたことを伝えていきながら、チームが向上していければいいなと思います。しかし前半43分コーナーキックから失点。前節に続きセットプレーから先制を許します。すると篠田監督は後半新戦力を投入。2020年から2シーズンヴァンフォーレでプレーし、 J1 鹿島から移籍してきた中村亮太郎がピッチに入ります。すると積極的な攻撃参加で攻撃にリズムをもたらします。たくさんボール受けてゲームコントロールして得点狙えるところは狙っていけっていう話だったんですけど、32分には中村が相手からボールを奪うと前線にパス、宇高、そしてジェトゥリオとつなぎ、最後は竹富がシュート。新戦力が力を示したもののゴールは遠く、0対1で敗れ4試合勝利なしです。ただこの J1 基準を知る選手の加入でチームがいい方向に進むといいですね。それでは順位表です。ヴァンフォーレは勝ち点47のまま、順位は2つ下がって9位に。自動昇格圏の2位磐田との勝ち点差は10に広がりました。次節は26日土曜、アウェーで J3 降格圏の21位に沈む山口と対戦します。次こそ勝利期待しましょう。さあ続いては県内を拠点に活動する女子サッカーと女子バスケットボールのチームが連携してスポーツ教室を開きました。おととい富士吉田市で開かれたスポーツ教室、女子スポーツを盛り上げようと連携協定を結んだ FC 富士桜山梨と山梨クインビーズが初めて開催しました。参加した小学6年生以下の女子およそ30人は経験の有無にかかわらずサッカーとバスケの両方にチャレンジ。このあとハンデをつけた変則フリースロー対決も行われたほか、サイン会も開かれました。スポーツを通じて山梨を盛り上げたいという気持ちはクイーンビーズも富士桜も一緒だと思うので、一緒に盛り上げていけたらなって思います。今後もこのような活動が続くと思うので、もっともっと盛り上げていけたらいいなというふうに思います。ぜひぜひお願いします。やりたいです。